エマ王妃エマは、ハワイ王国の国王カメハメハ4世の妻。1856年から1863年に、夫が亡くなるまで王妃であった。彼女は後に、王位継承候補として、立候補したが、カラカウア王が選出された。エマは1836年1月2日に、ホノルルで生まれ、しばしば、エマラニと呼ばれた。父親は大衆長、ジョージナヤであり、 母親はファニーケケラオからニヤングであった。教育はアメリカの宣教師たちが建てた王立学校で受け、1856年カメハメハ4世と結婚した。エマ王妃には数々の功績があり、まず宗教に関してイングランド教会を1862年10月にハワイに招いてハワイ教会を建て、リホリホと共に洗礼を受け、翌月献身を受けた。 その後、ハワイ教会は米国製公会ハワイ教区となり、米国製公会では11月28日をリホリホとエマの生命祝日としている。また自ら寄付を募り、セントアンドリューズ大聖堂の基礎を築いた。教育方面では、セイ・アンドリューズ女子学校を建て、イオラニ学校の基礎を築いたりした。また、衛生方面では、クイーンズ病院を設立するなどした。この病院は、 現在でもハワイ州最大の私立病院である。リホリホナキアとエマは1874年にハワイ国王の選挙に多い継承候補として立候補したが、カラカウア王が選出された。エマはイギリスのビクトリア女王とも親しく、互いに親書を何度も交わしている。1885年4月25日、エマはホノルルで亡くなった。エマ王妃は、 ヌーアヌパリルックアウトに向かう丘の上にある、このホノルル港を見渡せる館に住んでいた。この館は、現在も、エマオオヒナツの離宮として一般に公開されている。ありがとうございます。